富田康介は愛知県西葛郡西春町出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。野球に興味を持つきっかけとなったのは父親が男の子だからと買い与えたおもちゃのバットとグローブだったという。小学生時代は地元のスポーツ少年団に所属するとともに投手権保守で4番打者を任されていた。 小学校の卒業文集には、智弁和歌山に進学し、2年で、サードのレギュラーを獲得し甲子園に出場すると書いていた。中学生時代は、ボーイズリーグの稲沢中央ボーイズに所属すると、同時に、学校の野球部にも所属。毎日のランニングと素振りを欠かさず、体力づくりに専念した。稲沢中央ボーイズでも、エースとして活躍した。中学卒業後、 PL 学園校へ進学。地元を離れて名門校へ野球留学することについて周囲からは反対されて本人もかなり悩んだ。しかし中学校の恩師の後押しもあり進学を決めた。PL 学園校時代は1年時の秋からベンチ入り。3年時は前田健太の控え投手兼外野手として 第78回選抜高等学校野球大会に出場。8番、中堅守として全試合にスタメン出場。準決勝の清志本校戦では、3番手として登板し1回を無失点に抑えたが、チームは敗退し、ベスト4に終わる。夏は、大阪大会準々決勝で、東大阪大柏原校に敗れ。 選手権大会出場は3年間で果たせなかった。高校卒業後は MLB 挑戦を検討していたが、最終的に東都大学野球連盟に加盟する青山学院大学に進学した。1年次の春からリーグ戦に出場を果たすも、以後は右肘の故障もあり、一部通算7試合の登板で1勝1敗、4年春、2部でも1試合のみに終わった。 四年時の2010年秋に、プロ死亡届を提出したが、同年の NPB ドラフト会議では、どの球団からも指名されなかった。2011年1月27日、四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズに、入団。同年は、抑えとして、リーグ戦64試合中48試合に登板。3勝3敗9セーブ、防御率は、 リーグ2位の1.39を記録し、球団の高級賞に貢献。リーグの後期 MVP に選ばれた。当時、ホームゲームで、クローザーとして登板する際には、スタジアム DJ から、イッツトミタイム。という登場コールを受けていた。2011年の NPB 育成ドラフト会議で、横浜ベイスターズから一巡目で指名。育成選手として入団した。 背番号は111。2012年には、イースタンリーグ公式戦10試合に登板。0勝1敗、防御率6.00という成績を残した。チームメイトであった、ランディル・イーズからの誘いをきっかけに、シーズン終了後の11月30日から12月28日まで、プエルトリコのウィンターリーグに参加した。二千十三年には、 7月29日付で支配下、選手契約へ移行するとともに、背番号を68に変更。8月6日の対読売ジャイアンツ戦に、9円で一軍デビューを果たした。その一方で、イースタンリーグ公式戦では、19試合の登板で1勝、0敗6セーブ、防御率1.77を記録した。2014年には、イースタンリーグ公式戦20試合に登板。 零勝二敗四セーブ、防御率3.27という成績を残した。しかし、一軍公式戦への登板機会はなく、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。2014年11月には NPB の第1回12球団合同トライアウトに参加。 シートバッティング形式で対戦した4人の打者を全員無安打に抑えた。トライアウトの直後には MLB のテキサスレンジャーズからマイナー契約のオファーを受けていることが報じられた。2015年1月14日にマイナー契約を結ぶ。ショートシーズン A 級スポケーンインディアンス所属の投手として臨んだリーグ戦ではオール中継ぎで17試合へ登板すると 勝敗はつかなかったものの2西部防御率4.71という成績を残した。しかし、2016年1月13日に、球団から契約を解除された。富田自身は12月から1月に、オーストラリアのリーグに短期参加の後、前年に続いてフルスである香川の自主トレに参加。2月下旬に渡米して、複数のチームでテストを受ける予定と述べていた。 2016年4月からメキシカンリーグの株リーグであるリーガノルテでメキシコのロホスで過剰化に所属していたメキシカンリーグ対談後は台湾に移りラミゴ・モンキーズと中心兄弟の入団テストを受験したがいずれも入団には至らなかった2016年7月22日約5年ぶりとなる香川オリーブ・ガイナーズへの復帰が発表された香川では主に リリーフとして、後期34試合中29試合に登板、監督の西田真嗣やコーチの伊藤秀則は、富田が加わったことで、リリーフ陣が強化され、後期優勝を争う上で力になったと評した。後の報道では、台湾で引退を決意したものの、西田から、お前の経験を若手に還元してくれと声をかけられて、香川に復帰したという。 11月12日の12球団合同トライアウトに参加し、1案台1支給という内容だった。11月30日、香川を退団することが発表された。香川退団後は、実家の工場管理会社を継ぐとともに、名古屋にある野球ベルトの開発会社にシニアマネージャーとして加わっている。2019年の報道では、実家の会社に勤務しながら、 野球指導者への興味も持ち続けていることを明かしている。2019年11月9日、マスターズ甲子園2019に、PL 学園 OB として出場、PL 学園ト根商戦で先発した。1失点ながら、大会史上最速時速 144km を記録し、ミップ賞を贈られた。富田の東急フォームスリークオーターから、 最速時速 152km のストレートとツーシームに加えスライダーフォークなどを投げる。ありがとうございます。